チンボラソは、エクアドル中央のチンボラソ県にある、アンデス山脈の火山である。首都キトから、南南西に150キロメートルの位置にある。エクアドルの最高峰であり、山頂は地球の表面上で、最も地球の中心から離れた地域にある。山名は、現地語で、青い雪を意味する。海抜高度で見た場合世界一高い山は、エベレストであるが、赤道地域の方が、 エベレストのある場所よりも地球の半径が大きく水面も高い。このため標高ではチンボラソの6268メートルよりエベレストの方が約2580メートル高いが地球の中心からの距離ではチンボラソが 約6 3 8 4 4トルエベレストが6 3 8 2 3トルとなり、約2 1トルチンボラソの方が離れている。しかし、海抜高度で見た場合、チンボラソは北アメリカ大陸の最高峰でなりよりは高いが、アンデス山脈最高峰はグアイよりは低い。安山岩デーサイト室の清掃火山で、直近の噴火は、 西暦400から700年の間にあったと考えられる。19世紀初頭まで地球で一番高い山だと考えられており、17世紀から18世紀にかけて多くの人たちが登頂に挑戦している。1802年に南米の調査中であったアレクサンダー・フォン・フンボルトがフランス人のエメ・ボンプラン、エクアドル人のカルロス・モントゥー・ファルラと共に登頂に挑戦している。 彼らは5875メートル地点まで到達したが、鉱山病にかかった者が何人かいたためそこで引き返している。これは当時のヨーロッパ人が到達した最も高い地点である。最終的にこの山はイギリスのエドワード・ウィンパーとその弟ルイス、ジーン・アントワーヌ・カレルラによって1880年に登頂された。この登頂を疑う評論家は何人かいたが、 同じ年にエクアドルのダビッド・ベルトランとフランシスコ・カンパーナと共に再度登場に成功している。チンボラソの氷河は国内のチンボラソ圏やボリーバル圏の水源になっている。2005年の夏に都市部において深刻な水不足が起こったが、これは氷河が著しく後退したためと考えられている。フランスの研究者によればアンデスコーチの氷河の溶ける量は 加速度的に増えており、大部分は近いうちに溶けてしまうと予想される。そうなれば、キトリマラーパスなどの氷河の水に依存している都市は、深刻な給水問題と戦うことになる。シモン・ボリバルはこの山に触発されて、死を書いている。オードリー・ソルケルド、エド、ワールド・マウンタニ・リング、ブルフィンチ・プレス、1998 ISBN0 から 821225022P140AB チンボラソグローバルバルコネザムプログラムスミソニアンインスティチューション2012年10月31日閲覧詳しくはフンボルト新大陸赤道地方機構を参照ウィンパーアンデス東半期に詳しいハットアーカイブされたコピー2014年5月2日時点のオリジナルより アーカイブ2009年3月20日閲覧ありがとうございます。